鎌倉アイドルボックスのお時間です。はい、はい、今日のですね、メイン、今日もですね、メインパーソナリティは、最近モンハンしすぎて睡眠削ってます小籠包です。はい、サブ MC のはい、ミノルです。はい、じゃあ今回のゲスト、まあ、1ヶ月飛ばして2ヶ月ぶりですね、2ヶ月ぶりのこの方です。はい、お肉大好き天才プリンセス野々宮奈々です。よろしくお願いします。お久しぶり、お久しぶりでございます。お久しぶりです。お久しぶりですね。でも1ヶ月しか行ってないね、はい、いや、なんかさ、まあ、前々回なんかすごい好評だったみたいで、あ、ラジオですか。ラジオで、あ、そうですか。なんか結構皆様聞いていただいたりとか、はい、なんかツイッターの告知とかもいいねもリツイートもすごくて、お、さすが、さすが野々宮のの人気すごいなすごいですね。俺誕生日の時でもあんないいねされんぞと思いながらいやでも小籠包さんとみのるさんのおかげですよ。いや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 、もっと言ってもっと言ってもっと言って、いや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 、まあそんな感じでね、今日も楽しくお話ししていこうと思うんですけども、はい、ね、ほらお肉大好きは聞いてたじゃん、うん、俺、はい、あの時に、はい、でなんかあの日インスタをフォローさせていただいて、あ、はい、ありがとうございます。でフォローもしていただいて、はい、でなんかたまにほら流れてくるけど、はい、マジで肉しか食ってないね。あ、そうなんですよ、ね、肉スタグラムなんですよ。そうだよね、はい、うん、でもあの、うん、なんていうの、その、はい、今まで揚げたやつみたいなのファーって過去見ると、はい、普通の飯テロだもんね、うん、そうですね普通の飯テロ ね肉テロリストなんだもん、うん、そうそうそう深夜とかに揚げちゃうし、そう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 とかなんかほらなんかお友達のアイドルの子かなんかと一緒に踊ってたりとか、はい、そうもう見てて、はい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 、あ、すげえなんかアイドルだなと思って、ちょ、すげえアイドルと思いながら、あ、俺この人と普通に喋ったんだ、俺すげえってなったもん。本当ですか？イエーイ、やったー。なんかね、なんかほら会って喋るとさ、はい、なんかあの野々宮ののですみたいな、なんかお友達じゃないけど、うん、ね、はい、お仕事仲間みたいな感じでやるけど、はい、インスタとかその YouTube とかも見たんだけど、はい、YouTube 見たらなんか、はい、うわー芸能人ってなるよね。そうですか、うん、全然ですよ。なんか。なんだろう、ちゃんとねカメラ向けられてる時の顔じゃないけどさ、はい、なんか撮られ顔っていうか、なんかあるじゃないですか、ああ、そういうの、ね、ありますよね、うん、はい、あるそれがめちゃくちゃうめえなと思って、うん、あ、めっちゃ言われますそれ、ね、なんか別人って言われます。俺別人とまでは言ってないそこまでそんな落差があるみたいな、うん、そうだけどなんかまあほらなんていうんですか、アイドルって俺それめっちゃ大事と思ってんのよ、うん、そう、うん、なんかアイドルスイッチオンにした瞬間からドンって可愛くなるみたいな、そう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 、俺アイドル力って俺それ言ってんだけど、うん、顔つきが変わるっていうかね、そう、顔つきが変わる、だけど俺それを一番持ってんなって今日本で一番持ってんのは柏木由紀ちゃんなのよ、うん、あ、本当ですか、AKB のゆきりんなのよ、はいはいはい、そう、あの子はスイッチ入れた瞬間アイドル顔になるし、はい、アイドルになるなと思っとって、うん、そう、でもののちゃんもそのアイドル力めちゃくちゃ持ってんだなって思って すげえと思った、うん、でマジでちょっとほら、はい、あのライブとかあるなら俺生でその、はい、パフォーマンスも見てみたいなと思って、あ、ぜひ、そう、普通にオタクになりそうだった、はい、じゃあ交互じゃなくて互いに投げましょう、あのあれね、お中元みたいにね、はい、送ったら返して送って返してみたいな、うん、はい、そうね、ぜひぜひもうライブも俺もちょいちょいやってるんで、そうですよ ね、 そう、あれ出たいです、はい、出たいです、出たいです、はい、ね、出れるのよ俺のライブ、出れますよね、出れる、うん、だってなんか新ネタなんかなくても当日までに用意しとけば出れますみたいな、うん、優しいツイッター見せるやん、見てます、うん、っていうのを小籠包さんが、うん、なんか言っててめっちゃ優しいと思って、いやいやいや、じゃあなんかね俺が主催するライブチャンカラっていうライブがあるんだけど、はい、そのチャンカラがそもそもあの熊本弁でポンコツとか不良品って意味なの、はい、ライブタイトルが、へ、そう、なんもこのリモコンチャンカラねみたいな、壊れとんねみたいなことを言うの、はい、チャンカラってっていうライブタイトルだけなんか世界一ゆるいライブにしたかって、あー、いいですね、はい、でライブのそもそも作った趣旨としても受けるか受けないか分からんけどとりあえずできたからこのネタ誰かに見せたいみたいなのネタでも持ってきていいよみたいなっていう趣旨のライブだけ、なるほどね、そう、いい、好きですね、だけこの間も、はい、あの芸人がファーってきて、はい、あ、すいませんみたいな、当日よ、当日その顔合わせの時に、はい、あのすいませんみたいな、あ、はい、どうしたのみたいな、今日ちょっと今仮の相方がいてまして
連れてきたんですけど、急にコンビになっていいですかみたいな。え？あ、待って。いいよみたいな。いいんだ。うん、いいよみたいな。あ、じゃあちょっと待って。また練習してきます。あ、いってらっしゃい、いってらっしゃいとか、あの、ライブやりを出演者募集みたいなのやったら、はい、俺のあの一個上の先輩がいるんだけど、はい、が、ねえ、ショロポ、俺も漫才したいんだけどみたいな。やってみたいみたいな。おいっすよみたいな。誰と出ますみたいな。あ、彼女とみたいな。あいっすよみたいな。で、普通にその普通の一般人って言い方よくないかもしれないけど、はい、一般人の先輩と、はい、とその一般人の彼女と、はい、が漫才を俺のライブで普通にしてもらうっていう。そう。だからののちゃんも、はい、出るって言ったら、はい、出れます。あ、出る出る出る。だけどもうピンネタでも漫才でもコンビでも、ね、やりたい。はい、だけどもう何でもありだけ、うん、あ、やります。じゃあもうやります。じゃあそれ後で打ち合わせを。あ、ぜひぜひ。すごい。あの、あれでしょ、多分やったことないこと全部やりたいタイプの人。あ、そうです。はい、わかる。めっちゃ一緒。あ、本当ですか。めっちゃ一緒。もうなんかなんていうの、全ての事柄やってみたいのよね、はい、そうですね、わ、ね、かります。で、なんか食べたことないもの食べてみたいし、はい、そうな。だけど俺ね、バンジーとスカイダイビングまだやってないのよ。え、やりたいんですか、バンジー。ちょっとやりたい。無理無理無理。それは無理なんだ。無理高いとこダメ。いや、あんまり怖いです。あんまり。ジェットコースターは。ジェットコースターは最近克服したんですけど、フリーフォールは乗ったことないです。あ、あの、ただ落ち、あの、ただの拷問器具のやつでしょ。ただ落ちるやつ。俺、フリーフォールと、あの、なんだっけ、バイキングは相当なド S が作ったんだろうなって思ってるから。そうですよね。あんなんだって人をブンブン振り回すだけと、人をちょ垂直落下させるだけって、なんなんあれって。振り回して落として、そうそうそう、揺らして落として、もうなんか死ぬ寸前のことをずっとさせんじゃん、ね、お前みたいな。確かに、うん、無理みたいな。気持ち悪くさせたいんですよ。そう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 、あれはね、完全に。でも落下系ダメなんだ、落下系ちょっと、ね、無理ですね。最近はまだいいんですけど、ジェットコースター系は。ジェットコースター系は、うん、前はそれすらも無理でした。ああね。じゃあもう絶叫系は、俺ね、富士急行ったことないんだよね。ないんですか。うん、私ありますよ。嘘で、 A じゃないか乗りました。出た、 A じゃないか。名前だけしか知らんわ、うん、あれもだいぶ振り回すやつ、ね、あれもだい、あれって結構えぐいよね。えぐいです。でも終わった後大丈夫でした。あ、大丈夫。でも登ってる時もう死ぬかと思って、もう泣きながら登って、終わったらあれってなりました。俺もあの、なんか安全バーつけるまでが怖いのよ、はい、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。あの、はいはい、結構渋滞で並んだりするじゃないですか。もうあの時間が大丈夫かな。安全バーって絶対安全じゃないよね。ワイヤーとか結構すぐ切れるとか見たことあるし、100% ではない。そう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 、所詮人間が作ったもの。てめえの安全と俺の安全を一緒にすんなよ。違う。そう、でも乗ってガチャンってなれば、おっしゃ、もう行こう、うん、オッケーって覚悟決まるわけ。どうにかいいんだけど。そうそうで、俺もなんか、うん、今年夏、もうやがて夏だけ、もうそろそろなんだけど、うん、あの別の YouTube 団体の企画で、うん、あの勝手に今年の目標を決めますおみくじみたいなのやったの。そう。で、全員でせーので引いて、はい、じゃあ何番ですって言って、はい、じゃあお前今日の今年の目標これねみたいな。でそれがクイズ団体なんだけど、あの月曜日に一回、とりあえずガチャガチャを引いてそれをツイッターにあげるのが目標ですっていうやつとか、とか家庭菜園をしてその育った野菜をみんなに食べてもらいますっていう目標とかがあったんだけど、自分が好きなバンジージャンプを実費で飛びますっていうのを引いて、うわ、自分の好きなっていうのがまた、そう好きなわけねえんだよ。好きななんかないよ。バンジージャンプはバンジージャンプだろうがよ。そうなんだけど。好きなってなんだよ。そうだね。今年俺バンジージャンプ飛ばないといけないのよ。そう。今年もうね、半年過ぎちゃいますが。そうなんですよ。もうすぐ。で、まあ俺冬は、うん、ちょっと怖いけん、バンジー、うん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 、なんかほら、うんうん、ゴムって硬いとちぎれそうじゃん。わかるわかる、冷えてね、わざわざ冷えて硬くて、冷えてそう、ビョーンってならないイメージ。夏の方が伸びる、夏の方がまたいいと思って。で、最悪ブチって切れてバチャンって落ちても夏なら寒くないもんね。投資も免れる、そうだ、投資も免れるかなと思って。じゃあ夏まで待たせてください、お願いします。じゃあそろそろ季節がやってまいりますが、そろそろ、そうだけど7月、そうですね、まあ6月、まあ
ぐらいにちょっとバンジー行ってみようかなと。7、8、9あたりが一番いいですね。やるところですね、うん、そう。え、それどこに乗るんですか？ YouTube ですか？ YouTube に乗る。あ、じゃあ見ますね。そう、そこでね飛ぶから、うん、だけどまあ一応なんかほら結構AKB とか乃木坂とかも結構バンジー飛んでるから、はい、その子たちが行ったとこに行こうかなって今目星つけてる古くはあれです、 AKB のろさんがねあの飛んでわざと体重ごまかしてそんたらがあのゴムの強さちょっと長くなっちゃって、うん、そのあの下着水したのパシャンって、そう、あの体重さば読んで書いてて、そうでゴムこのくらいかなって設定したら重すぎてジャポンって顔だけついたのよ。え、ちょっとやだ。パシャーン。恥ずかしい。恥ずかしいよ。でもうちょっと狂ってたら普通に死んでたって。危ない。本当にリアルに危ないっていうね。危ない。だってもう野呂さんはだってあの AKB 入る時のあの面接の書類も、体重身長足のサイズ全部下げてたっていう。あ、ね、年齢年齢そう年齢もごまかして年齢もごまかしてで合格してレッスンしてたら、うん、あのでトカちゃんがそこにバーン入ってきて、そうそう、うん、お前年齢ごまかしてるからってそうですけどそんなでかいこと言わなかったっていうことがあったっていう。マジ天才だと思う。そうなんだ、面白いよね。のむちゃんいつバンジー飛ぶ？私は飛ばないよ。無理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 。そう。いやマジ怖い、マジで怖い。高いとこがダメなんですね。なんかわかんないけど怖くないですか？むわって感じがダメ。うん、落下してるとき。もうわかんない、もう全部が無理。なんか見てるだけでも怖いです。存在が無理ぐらいの。もう見てるだけでも怖いレベルなんだ。はい。YouTube でたまに飛んでるじゃないですか。YouTube 見てるだけでも映像でもダメなんだよ。映像でももう手汗みたいな。本当に本当に怖すぎて。そんな感じ。あ、そうなんだ。本当にそうか。スーパーマリオブラザーズあるじゃないですか、うんうん、あれねやってるだけでもマリオの気持ちに なりすぎて手汗びちょびちょなんですよ。高いとこ飛んでるからね。そうで、マリオ落ちるじゃないですか。落ちる、ヒューって落ちる。あれも怖いんですよ。すごい落ちていくからね。そう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 、マリオに感情輸入するやつ見たことないのよ。い本当にでも本当にやばいんですよ。感情輸入で手汗かく。すごいね、そう、面白いね。本当にすごいな。え、あれはあのお化け屋敷系は、え、絶対無理、絶対無理、絶対無理。そっちの方が無理です。あ、そうなんだ。はい、本当に嫌です。行きますか？はい、俺ね、はい、お化け屋敷はめっちゃ好きなの。お化け屋敷とか階段とか都市伝説とかめっちゃ好き。うわ、無理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 。で今ね階段仲間が何人かいる、まあ、いるんだけど、そう、うん、怖い話仲間が、はい、毎年夏はあの怖い話ライブを、はい、1本やるのと、うんうん、で今年も2人で予定決めたんだけど、はい、どっか一回心霊スポット行こうっつって、うわー怖すぎる、うん、でうちの相方が八王子出身なんですよね、うん、で、はい、八王子の近くになんか心霊スポットが1個あるみたいな、いやだ、ちょっとそこになんかもうほんと、うん、ろうそくだけ持ってカメラ回していかないみたいな。八王子なんか廃墟みたいなのありません？あ、そうそうそう、なんか、ね、八王子ってありますよね、うん、そう、うん、なんかトンネル、なんかトンネルとか、八王子で何軒かあるトンネルもあるある、なんか出るっていうトンネル、そう、うわもう本当に怖い、うん、の YouTube も上げるから見てね。いや見ない、それはそれは見ない、それは見ない、それ行ってあの何かを連れて帰って、そう連れて帰って、そう、うわ本当に嫌だ。8月終わってからもう一回収録しようか。やだ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 なんかやだ。そこに行った人がこういるってもう嫌だ、連れて帰ったでしょなんかねみたいな。そう絶対連れてきてる。小籠包さんそんな痩せてましたみたいな。何連れてきたんですかみたいな。本当に怖い、うん、どうしたんですか、体調崩してますよねみたいな。あ、今日相方いてるんですねみたいな。あ、一人ですみたいな。やばいやばいやばい。いやいやいや、隣に人立ってますよみたいな。いやマジで怖いそれは。やだ。あ、もうダメなんだ。もうダメだね。もうダメだね。本当に怖い。だってちょっと今涙目やもんね。全然今大丈夫です。今余裕。今余裕。今余裕。全然余裕のない余裕です、ね。そう、余裕のない余裕だった。そうなんだ。そう。俺でも最近その遊園地系で思い出したけど、はい、あの俺ほらランドとシーあるじゃん、はい、ディズニー、はい、俺いつもシー行っちゃうのよ。え、そうなんですか、うん、でもいいですよね、うん、シーもいい、うん、そう、はい、でなんか俺自分からディズニー行こうって言わないのよ基本的に。言いそうですけどね、なんか言いそう言いそう絶対言わなそうじゃん。いや全然言いそう。だけどほら友達が行こうよって言った時に、あ、いいよついていくよ一緒に行こうかって言って行くんだけど、はい、みんなシー
に行くのよとか C の日にブッキングされることが多くてブッキングでブッキングされることが多くてそうこれじゃ C だろうとそうそうだからランドにランドのオファーが来ないそうランドのオファーが来ないのそう C のブッキングしか来ないからランドの方が似合いそうだからそうなんかランドの方が似合うって言われるし似合いそう、はい、でもそもそもなんか夏好きだし、はい、海も好きだけん、うんまあ、C は C で楽しいし、うんはい、楽しい C って楽しい C わやっちゃったあわ自己ラップイエーイまた微妙ななんか微妙そう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 って言ったけどまあ、うん、次ねまあ今時間縮小もしてるけどちょっとね、はい、次はあのランドのブッキング皆様お待ちしてますねそのことランド行きましょうねお待ちしてあげてください何の話した今はいじゃあそろそろ、はい、曲のお時間になりますねはい、はい、じゃあ今日の曲紹介お願いします、はいそれでは聴いてください野々宮なのでチャーシュー麺野々宮なのでチャーシュー麺聴いていただきましたはいイエイイエーイ素晴らしいイエイイエイイエイ、はい、いいねだからさっきさ、はい、炭水化物あんまり食べませんみたいな、はい、あそう食べないですチャーシュー麺はいけんだいやいけないですん麺はいけないあ麺はあんまりなんだはいチャーシューだけですあそうなんだじゃあもう麺系もそうかチャーシュー肉だからね、はい、ご飯系も、はい、パン食べないんだパンも、はい、ほぼほぼ何も食べないですあそうえじゃあ主食はもう本当に肉肉か肉です、はい、で肉をメインに肉をおかずにみたいなえそうですわあ野菜は野菜はなんかたまにキュウリとか食べます、うんうん、キュウリキュウリはいサラダでよくねキュウリはい、キュウリなんですねキュウリとかキュウリをバリバリ食ってくる、はい、そうそうですあそうなんですねもうキュウリをバリバリ食ってるのもうカッパなんだってそう確かにカッパ、ね、カッパずっと一本食いすんの一本食いしてた一本食いしてたわそれなんかスライスしてドレッシングで食べますよじゃないの全然違うの一本でね一本でいいねそうその肉食生活はさ、はい、いつぐらい前から始まったの？もうちっちゃい時からそうなの？うん、でもちっちゃい時からそうです。3歳の時に初めて多分頭を食べて、うんうん、食べさせてもらってお父さんに、うんうん、そっからもうお肉大好きになって、うん、小学校の時から給食が苦痛で苦痛で、うん、あそっか絶対飯かパンか出るもんね。そうです。でお肉が出るとも限らないので、そっかそっかそっか。出ない日の方がね圧倒的に多いね。確かにそうだ、はい、なんでご飯とかが本当に全然食べれなくて、そっかしんどい。なんかなんで自分だけ食べれないんだろうと思って、なんかすごい悩んで、で高校になったらお弁当になったので、そっかそっかそっか。そうなんか好きなものも入れてもらってお弁当に、うん、で大学からはもう一人暮らしなんで、うん、完全にもう肉食生活です。肉食生活はい。今まではちょっと我慢して食べてたりしてたんですけど、給食とかも、うん、大学になってからは本当に自由、うん、いやーそっか、はい、でも肉食には日本ちょっと住みづらいんだね。住みづらい。そういえばね。そうですよ中学校もだよ、ね、ま、だってほら、うん、俺たちなんてよっしゃ給食今日なんだろうみたいな、うん、イエーイ揚げパンとかなってたのに、うわっパンやってなるんじゃん、ね、なりますなります。肉ないやん、ね、今月の献立割ってみて、うわ3日しか肉ないみたいな。そんな少ない。だから結構給食って肉メインの時ってなくなかった。ない。今思い返したらほぼなかったけん。でも確かに週1ぐらい、ね、なんかほら、はい、ちょっとコロって肉が入ってるとか、ひき肉がポロって入ってるとかはあるけどさ、あるあるある、肉だよみたいなってほぼないじゃん。ほぼないです、ね、唐揚げとかもなんか全然なくなかった。ないないない、給食でね、たまに。うわ、肉食には生きづらいんだね。生きづらいです。そうだね。確かに。もう今はもう自由だけど、もうずっと肉ばっかりで。そうです。本当に嬉しい。何肉が一番好きなの？鶏肉ですかね。鶏なんだ。でも豚カシラが一番好きなんですよ。豚カシラ。豚カシラが一番好きだけど、スーパーで買うんだったら鶏もも肉とか鶏むね肉とかが好きです。うんうん、あ、鶏なんだね。はい。もう鶏はもう鶏ならもう何でもいける？何でもいきます。その鶏唐揚げが好きですとか、はい、なんか普通に照り焼きが好きですみたいなって言うと、なんかこれが好きなんだよねみたいな。味ないやつが好きです、煮ただけ。味ない、あ、もうシンプルに鶏肉の味が好きなんだ。はい、あ、
あの塩とか、はいはいはい、塩で茹でてあったらそれでいいです。シンプルなやつで、うん、あ、そうなんだ。じゃあもうあのコンビニのサラダチキンみたいなやつとか。あれも美味しいです。うんうんうん、そうそう。じゃあもうお料理的にはもうある程度肉料理なら結構できる感じ。あ、できると思います。わかんないけど。味付けあんまいらないんですよね。あ、いらない。 肉もそのまんまの味が。そう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 。じゃあ今ほぼ自炊してんの。してます。うんうんうん。でもジップロックに、うん、あの鶏肉入れて、はいはいはい、お湯に突っ込むだけです。ああ、ジップロックに入れて茹でるんだ。ジップロックに入れて茹でるんだ、はい、直茹でじゃないんだ。そうです。ジップロックになんか酒入れてやると柔らかくなります。はい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 、はい、あと油が逃げないから。そうそうそうですね。旨味がそれでジューシーになります。直接茹でると全部旨味出ちゃって。そう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 、うん、マジで肉付きの人の作り方だね。そうそうそう、本当だね。すごいね。そうですそうです、うん、ちょっとやろうそれ。やってください、ね、確かに。いいね。はい、はい、ということで、はい、今週は、もうお時間の、はい、なってしまいました。じゃあここからね、もう告知のお時間になりますね。はい、はい、なのちゃん何か告知ございますか。あ、告知ないです。ないです。すいません。本当にツイッターとインスタと YouTube を探してください、はいね、探してください。はい、ののみやのので探してください、はいはい、お願いします。皆、はい、さん告知ございますか。僕の方は5月16日にアイドルズーパー56回目が新宿ナインスパイスで昼の時間帯にございます、はい、はい、こちらレボリューションズさん、放課後403エラーさん他が出演予定となっておりますので、またタイムテーブルと詳しくはツイッター等ご確認ください。はい、はい、お願いします、はい、56回やってんですね。はい、すげえ。はい、もう歴戦の、はい、頑張ります。つわものたち。、はい、ショロンボの告知なんですけども、ツイッター、YouTube、Instagram やっておりますので、ブレイクジェンガというコンビ名で探していただければ出ますので、ブレイクジェンガで検索してください。お願いします。はい、それとですね、これの放送分を取る前にですね、ショロンボと野々宮ののの、お団子対決をしましたので、そちらが、はい、多分 YouTube 上がってるかな、も多分上がってると思いますので、うん、そちらもね、鎌倉アイドルボックスで探したら出ますかね。はい、鎌倉アイドルボックスで YouTube で検索したら、お団子食べてる可愛い2人が見れますので。可愛い可愛い2人が、可愛い可愛い2人が見れますので、はい、そちらもね、ぜひぜひ検索してみてください。はい、面白い感じになってますので、たくさんいいねボタン押してください。高評価とね、チャンネル登録お願いしますね。はい、お願いします。本当ね、ちゃんともうさっきもね、ややのネタバレがあったけども、ね、はい、炭水化物ダメの感じね。そうそうそう、うん、いやなんか予想以上に面白い感じになったよね。はい、そう、見てほしい。うもう、はい、本人たちがゲラゲラ笑いながら撮れたので、はい、ぜひね、見ていただければなと思います。はい、はい、じゃあね、今週はもうこの辺までっていう感じなんですけど、また来週分もね、今から、収録しますのでね、イエイ、はい、来週分もまた聞いていただければなと思います。はい、はい、それでは、本日の、鎌倉アイドルボックス以上で終了でございます。はい、メインパーソナリティの小籠包でした。そして、はい、みのるでした。はい、そして、はい、野々宮野々でした。はい、ありがとうございました。また来週も聞いてください。また来週ありがとうございました。